あ、横本選手2位なんですね、現在。まあでもすごいですよね。山田選手、横本選手、もうこの D ツアーおなじみのメンバーが、猪俣選手、馬場選手、もうおなじみのメンバーがね、名を連ね抜いてるっていうのはすごいですね。コンマ78センチ、野毛選手。そのうちにつけれるのか。いやー、これは1.26で野毛選手先行のゲームスタート。さあ、野毛選手先行のゲーム60から。140スタート、狙えてます。野毛俊平、カバーしていきます。361から。きた。301から。281から。きたー。140。180？140からの280。あまりの密着にね、機械も反応できない時があります。カバーしていきます。181残りから、161から。夜角がね、すごい角度つけてます。うわ、完璧な試合。100取って81残り、331から横本選手。271から、264から。さあ、トリプルで、206残り、81、19から。トリプル、これも決めてくる。いやー、トリプルダブルで、これ11ダーツですよね。いやいや、恐るべし野毛俊平。まずは先行のゲーム11ダーツでキープ。だから先行で11ダーツやられると、もう9ダーツするしかないって話ですよね。うまいな、綺麗に入ってる。いやー、本当、なんか野毛選手、なんか調子良さそうですね。夜角がね、すごいことになってますね。さあ、サイドから下を通すつもりがちょっと飛びすぎた感じですね。420から横本選手、400から横本選手、380から360、いいキープですね。どのダーツが60に絡んでもおかしくないような。さあ、400から60取って361。360から横本選手、300から横本選手、280から260残り、ナイスアレンジ。さあ、野毛選手がここはスムーズにいきたいなら140欲しいですね。341から321から
100取って261ナイスアレンジ。お互いね、いい数字260と261という数字。240から。あっと、これはね、235から。20戻って215。これで野毛選手チャンスですね。100取って161っていう数字を作っていきたい。さあ221から、221からここ17いったっていうのはやっぱりこう170残りを狙うんですよね。ここもミスですね。さあここで差がついてきますね。カバーしてきました。ナイスカバーですね。129残りに対して204。ここも100取って104とかね。さあいいところに刺しましたね。164で上がり目作ってきます。144残りに対して129、19からですね。トリプル捉えて62残り。さあ12トリプルで36。あー、ナイストライ。さあ84から64残りで16チョイス。18ダブル、内に入れての9ダブル、内に入れてのアレンジまで。これはまあバーストでもいいんですよね。さあ48、これで野毛選手がこうライバルであろう横本選手に勝利できるのか。これ決めれば、あー決まらず、ダブル決まらず、野毛俊平。さあ横本選手18ダブル。あーさすがです、1投目。さあ横本選手がキープしての3レック目ですね。まあこの2人のゲームね、3レックとはね短いんですがね、面白いそうな試合ですね。これゲームオン。さあ野毛選手、トリプルからいいとこ刺さってますね。これね、上につけるとこれ次入りそうですけどね。あ、100スタート、野毛俊平選手。さあ対する横本選手、これ多いですよね、ゴズレから入るパターンが。でその後カバーっていうパターンですね。85取って416、401からトリプル入って341、321から100取って301。トリプル、そしていやー5に抜きました。スコアですね。281落下ですね。これ3投目に処理するかはっきりさせたがいいんじゃないの。ああそういうことね。あーそっか、上がり目出てないんで3投目終わってから修正ですね。
トルピードバレルに長いシャフトってスティールには向かないのかな。外人で今多いんですよ、結構トルピードバレルに長いシャフト結構いますよ。はい、あの結構います、見てたらね、います。今ねめちゃめちゃ勝ってる選手でギルティ選手っている、いるんですけど、ちょっと体の大きな選手ですけど、その選手はもう完全それですね。でバレルが、あ、シャフトが、フライトがティアドロップ、あっとこれロースコア結構いますよ。でピーター・ライト選手もね、あのそのパターンで使ってますし、まあ、ストレートもたまに戻したりするんです。彼はちょっと27、まあ、アスピナル選手もストレートじゃないっすよね、あれはね。さあ270から大事な局面、100取りたいですね、100以上取りたい、100取って170残り、60で210、100取って170先に上がり目を作ってきたのが横本翔吾選手、204残り。さあそして203からトリプル捉えて143から、そして20で123残り、170残り。トリプル、そして80取って90残り、まあ18いくと思いますけどね。そして72残り、123残り、これ19から、そしてシングルで104残り、18ですね。そしてもう一本18、トリプル捉えて32、ナイスアレンジ、スーパーアレンジ、72残り、20、12、16、そして決まらず。これで野毛選手ビッグチャンス。1本目今ね、3本目決まらなければ野毛選手がね、ここはしっかり入れてくるパターンですね。We'll be right back.